北口駅舎新函館北斗駅は、北海道北斗市市市一丁目にある、北海道旅客鉄道北海道新幹線、函館本線の駅である。函館本線の駅番号は、H70。電報略号は、果て。事務官コードは14106。2016年3月26日の、 北海道新幹線開業に伴い大島、大野駅から新函館北斗駅に改称され、函館駅方面へのアクセス駅となり、特急、北斗、快速函館ライナーを含めたすべての旅客列車が停車して、新幹線と接続する。現在日本最北端の新幹線駅だが、2030年度末に、北海道新幹線の当駅札幌駅間が、 延伸開業すると新小樽駅が日本最北端の新幹線の駅になる予定。駅自体は北都市に属しているが周囲を亀田郡七重町に挟まれており北斗市街地、函館市街地よりも七重町の中心部の方が近い。隣接する北海道新幹線の車両基地は七重町に所在する。藤城市線を経由する下り普通列車は当駅を経由しない。 新幹線と函館市街との所要時間を短縮するため、2016年3月26日に函館本線の五両角駅当駅間が電化されており、シャトル列車の函館ライナーは733系電車で運転されている。1976年の大島大野駅と周囲約 1.5×1km 範囲。右が函館方面。 駅裏に数本の留置線があり、函館側の本線脇に沿って引き上線が伸びる。以前は当駅大沼駅間に蒸気機関車の補給が運用されていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成計画時からの歌唱であった、新函館に所在地である、北都市の名を加えたものである。開業に向けた、 駅名選定の時期に北都市の海老沢純三市長が市議会で北斗駅にすべきだと発言して異議を唱えた。対して函館市側が即座に抗議したことで駅名の正式決定までに様々な右予曲折があった。そのため函館北斗などの歌唱も見られた。自由通路の壁面修述社員配置駅。ただし、 北海道新幹線における貫通確認、車椅子解除、お忘れ物センター、旅客案内誘導は、北海道 JR サービスネットに、業務委託されている。緑の窓口、指定席券売機、在来線近距離券売機、自動改札機が設置されている。駅舎は、壁面が高さ15メートルのガラスで覆われており、2階から、ガラス越しに。 函館山を望むことができる。支柱は北斗市三井市にある東大の聖母トラピスト大衆動員前のポプラ並木をイメージした。天井や壁面には地元産の道南杉材を張り、内装には北斗市茂る変地が道内発祥の地とされるレンガも使用されている。南口と北口を結ぶ自由通路の壁面もガラス張りで2階からは 新幹線ホームを見下ろせる。駅舎の南側は北都市観光協会が運営する北都市観光交流センターとなっており、1階にアンテナショップと交流スペース、2階に観光案内所と飲食店を構える。相対式ホーム2面2線を持つ協定駅である。12番線ホームは将来の札幌延伸のために島式で整備されており、 反対側に一線増設できる構造となっている。11番線ホームは在来線1.2番線ホームと同一平面上にあって接続しており、乗り換え改札を介して行き来が可能である。11.12番線ホームともに階段、エスカレーター、エレベーターが設置されており、京上駅車内の出口及び在来線乗り換え、改札に通じている。新幹線改札口には、 指定席券売機、新幹線自動改札機が設置されている。新青森、東京方面から来た列車は12番線ホームに到着し、一旦新青森側の引上げ線に入ってから、始発列車として11番線に入る。このため、在来線から新幹線への乗り継ぎ客は、ホーム間の改札を使って、平面乗り換えができるが、 新幹線で到着した乗客は一度、京城駅舎へ上がる必要がある。島式ホーム2名4線を持つ。本来は、単式ホームである2番線の函館側先端の反対側を一部切り替えて、函館方面からの行き止まりである1番線が設置されており、函館駅とのシャトル列車、函館ライナー専用としている。1.2番線のみ電化されており、 島式の3.4番線は、非電化である。2.3番線は、特急列車対応の長いホームを持つが、4番線は、短編成の普通列車の発着を考慮して、3番線の函館側台面のみ使用でき、森側はフェンスで封鎖されている。4番線の外側には、貨物列車用の台費線が1本ある。1.2番線ホームと、 新幹線11番線ホームは同一平面で連結しており、双方の間に乗り換え改札が設置されている。多くの乗客が当駅に長く留まらず、新幹線と在来線を乗り継ぐと想定しており、在来線ホームの幅は4から6メートル程度とあまり広くはない。待合室なども必要最低限の構造に抑えられている。在来線改札口及び新幹線との 乗り継ぎ改札口には、在来線近距離券売機、自動改札機が設置されている。また、新幹線との乗り継ぎ改札には、マルス端末が1台設置されており、途中の無人駅からの乗客に対する乗車券、新幹線特急券の発券と乗り越し生産が対応可能になっている。当駅は、函館市街地にある、函館駅から遠く、 函館駅へのリレー列車の運行が必要であることから JR 北海道は所要時間を短縮するため五両角駅当駅間の交流電化を決定2013年3月に同区間の電化工事を開始した当駅でも設計段階から乗り継ぎ時間を短く抑えるホームの配置が課題となっていた九州新幹線の新八代駅で行われていた 対面乗り換えが理想とされたが、札幌方面への乗り継ぎも考慮する必要があり、単純ではなかった。2012年2月に、ホーム配置の案が公表された。在来線側が、島式ホーム1面2線及び、短式ホーム1面1線、さらに、島式ホームの反対側に、函館駅方面へのリレー列車専用となる切りかき機、ホーム1線を設け、計2面4線となる。 新幹線と平面の理解ができるように、連絡通路、改札で相互のホームを接続するため、在来線ホームも一面は短式である必要があったが、函館、札幌双方の列車と新幹線を接続させるため、函館リレー列車専用のホームを設けた。新幹線側は相対式ホーム2面2線となり、一方が前述の連絡改札で在来線側と接続する。 在来線ホームと平面で接続されている新幹線ホームが一つであるため、新幹線下りのほとんどの便で平面の理解ができない構造となった。2013年3月に公開されたホーム配置の図では、前年の案に加え、札幌駅延伸までに新幹線ホームの最も外側に一線を整備する予定とし、最終的に二面三線になるとした一方、 乗り継ぎ方法や在来線ホームの計画は変更されなかった。新設の函館ライナー専用線は1番線とされ、従来の1番線は2番線に改版された。乗り換え改札は新幹線11番線ホームと在来線1.2番線ホームの間と駅舎上の2カ所とした。また、函館ライナーは通常三両編成だが、 混雑時には6両編成に増結するため、有効調は6両分となった。近年の1日平均の乗車人員は、以下の通り。突起のないものは、国土数値情報駅別乗降客数データによる。主な駅弁は、下記の通り。以下は、弁当カフェ41度ガーデンにて販売。新箱立北斗、駅前ビルかつては、駅周辺は、田畑が広がっていたが、 新駅建設時には、北都市により、駅南側の13.5ヘクタールの区画整理を中心とした開発が行われている。北海道新幹線開業に伴いバスの新規乗り入れや乗り入れ拡大が行われた。函館バスは駅前に乗り入れるバスを約30本から約100本に増強。大沼交通は、大沼公園方面へのバス路線を新設。 函館タクシーや北海道観光バスは、函館市内各所とを結ぶ路線を新設した。札幌市方面とを結ぶ高速バスに路線も乗り入れを開始した。北斗市の旧上磯町方面への直通バスは、北海道新幹線開業時点では運行されていなかったものの、2018年11月16日に、北斗市南北市街地循環バスを再編した。 箱館バス28系統が運行を開始。奇襲点を総合分庁舎前から新箱館北斗駅まで延長し、上磯方面と直接バスでの往来が可能となった。2016年度には季節限定の高速バス、尻り市号が運行された。駅名は、所在地である旧大野町に、旧国名の、都道を付したもので、1942年に、 本郷駅から解消された。当駅は、旧本郷村の反対に愛本郷村を通らず、旧仕渡し村に作られており、また駅開業に先立つ1900年に、本郷村や仕田氏村などは合併して王の村となっていたが、駅名は、本郷が採用された。七駅管理の無人駅であった。端式ホーム、島式ホーム複合型の二面三線を有する、地上駅であり、 互いのホームは両ホーム北西側を結んだ、古戦橋で連絡していた。駅舎側から1、3、4番線で、1番線が短式、3、4番線が島式ホームとなっていた。1983年時点では4番線の外側の側線、及び1.3番線の間の中線はそれぞれ貨物列車用の副本線となって運用されていた。 その他4番線の外側に、函館方から、さらに分岐し、3線に分かれる側線も有していた。1993年時点では4番線の外側、及び1、3番線の間の中線、各1線を側線として有していた。このうち、少なくとも3番線の外側の側線は2013年3月時点で、現存していた。 その他一番線旭川方から分岐市二線に分かれる側線を一線、四番線の外側に側線を一線有した。駅舎は校内の南西側に位置し、端式ホーム中央部に接していた。有人駅時代の駅舎は改築されて入り工場部の合掌や左右対称の出窓があるログハウス風の建物となっており、駅舎内にトイレを有していた。友人駅時代には、 水田発祥八郎沼公園のある駅と記載された駅スタンプが設置されていたが2008年時点ではなくなっていた模様である新幹線用の新駅舎設置のため2012年に仮設の駅舎が設けられ旧駅舎は解体された駅の名板と駅施設である電ガ作りの作業小屋については保存されることとなっているなお 新駅舎は当初は2015年6月に完成する予定であったが工事の遅れで同年9月3日に延期された。本郷駅に関するカテゴリー、お島大野駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。